どうもワンちゃんです。さあ今回はですね、2022年の初試合をお届けしたいと思います。2022年の初試合は練習試合やらせていただきました。で、まあ、せっかくの練習試合なんで、いつもと違うことをやりたいということで、サムネにもある通りくじ引き打線やりました。声を大にして言いたいんですけど、ビッグボスより先にやってます。1月9日とかやったんで、これだけパクってはないんです。同じ思想をやったっていうだけです。公式戦してるとね、だんだんこう打順が固まってきたり、守備位置が固まってきたりするんですけど、いや、ちょっと待てよと。いろんな選択肢があった方がいい固定概念じゃないかっていうのがありまして。まあ、チームの底上げにもなると思うし、新たな発見がもしかしたらあるかもっていうことで、くじ引きしてます。草野球ワンチャンネルを初めて見た方は、他の動画もね、ぜひあるんで、そちらもよかったら、ちょっとでも面白いなと思ったら、他の動画も見てくれると嬉しいです。それでは、どうぞ。ワンチャンネル！ということで、まずは、みんなでくじ引き。くじ引きの割り箸作ってました。ちゃんと。これ最後に残ったやつ。はい。あ、これ。いきますね、じゃあ。打順っすよね。打順。はい。ナンバー。六。六。覚えとってな、みんな。三。おお。いきます。五。十。よし、これを当てたな。そして今回ですね、2022年初試合ということもありまして、打順はくじ引き、守備位置は、まあ、大体数名、首脳陣っていうところで数名で、まあ、あんまり守ったことないところをポジションにしました。例えばワンちゃんは1番ライト、ライトは小学校1年生ぶりでございます。あとはご覧の通り、可能性を引き出せる説、はい、なるほどなるほど。ハイサイズ。はい、ということでラムオアシス様とのオープン戦、まもなくプレイボールです。はい、ワンちゃんは小学校1年ぶりのライト。果たしてワンちゃんに打球は来るのか、そしてくじ引き打線は機能するのかっていうところですね。では試合見ていきましょう。ピッチャーはひろきさん。おそらくね、夏くんとバッテリー組むのはハイサイズでは初です。初バッテリー、はい、初回から俊足のランナーに盗塁を許してしまいます。このねランナーめちゃくちゃ足速いです。やっぱね、ひろきさんとピッチャーは安定感半端ない。ここはね、守備位置関係ない。ひろきさんのポテンシャル、おんぶに抱っこ、ミスタートス。初回は無失点に抑える。果たしてくじ引き打線機能するんかな。にしてもライトからベンチむちゃくちゃ遠い。いつもお疲れ様です、外野の方。1番はくじ引きでワンチャン。まあ、ここはね、結構、まあ、いつも打ってる打順なんで、あんま違和感とか、まあ、打順はあんまね、僕はあんま気にしないタイプなんで、違和感はないですね。まあ、そんなワンチャンはエラーで出塁。そして、2番に座るのが、ヤジ。いつも、ま、6、7番ぐらい、打ってますね。さあ、機能するのか、2番ヤジ。これがね、フラフラーと上がって、サードフライ。そんな中、ファーストランナーワンちゃんが、まあ、初めての試合ということで、いきます。だいぶね、足、だいぶ遅いですね。これ1月の初旬なんで、むちゃくちゃ遅い。まあでも、成功したので、収穫ありっていうところですかね。続く、夏くん。夏くんは空振り三振。ということで、ここでは得点ならず。くじ引き打線はダメなんかな。はい、試合は続き4回ぐらいですかね。4回でワンチャン2022年初登板です。まあ、オープン戦ということもあって、どん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 チャレンジしていこうというところです。キャッチャーは夏くんから匠へ。2020年初登板なんで、まあ、抑えたいところではありますが、ワンチャン抑えられるのか。
2022年の三振は見逃し三振で取りました。これちょっとホッとしたな。続くバッターフォアボールやねんけど、一戦のないピッチが早いんよ、むちゃくちゃ早い。はい、続くバッターは送りバント、まあ、多分ねラモアシさんもこういろんな公式戦の想定しながら采配してたって感じなんですかね。で失点したくないところでなんとか三振で無失点に切り抜けます。いやー、それにしてもピッチャーしんどい。はい、ワンアウトから2番ヤジ、ズドン、違う角度でズドン。これね、小田南球場って言って結構ね広い球場なんですが、打球はレフトぐん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 伸びて伸びて伸びて、ボン、フェンス直撃。初長打かな、2022年。これね、Google Earth で調べると99メートルぐらい飛んでました。ナイスバッティング。そして続く夏くんの打席。打球はセンター前ですが、ヤジーのスタートが遅れてしまう。これね、普通に準備してれば、守備位置の確認をしていれば、まあ余裕で帰ってこれるところではあったんですが、こうね、準備を怠ったのか、打球を見て落ちると思ってスタート。2022年は積極走塁をね掲げてるんですよね。走士献身っていうのがテーマなんですが、ここはちょっと反省点。続くチャパオさんはボテボテのサードゴロですが、サードのエラーを誘い、なんとか1点伸び取ります。そんなワンチャンですが、まあこの日はなんやかんやと、まあ球はね遅いんですが、なんとか抑えれるって感じでしたね。でこのバッターに捉えられるも、センターを守っているのが光でちょっと見えませんが、これがねミスタートスです。はい、ミスタートスゾーン、何でもできるミスタートス。この日はね結構三振個人的には取れた気がします。はい、回が変わって一斉デッドボール、ボヨンボヨンボヨンこのステップいるか。で続くバッターもフォアボール、俊君もフォアボールと、くじ引き下位打線が上位へフォアボールでつないでいきます。そして逆転のチャンスでワンチャン、よいしょ、ちょっとね当てた感じなんですが、まあ、打球方向が良かったかな、左中間に飛んでタイムリーツーベースと。そして相手の送球エラーの間にファーストランナーコウスケも生還ということで、まあ、タイムリーツーベース、まあでもこれ一本出たら良かったですね。それにしてもみんなナイスラン、走士献身がみんなにちょっと浸透したかなと思います。これが決勝点でなんとか勝利ということで、オープン戦はなんとか勝利しました。ハイサイズ、はい、ということで見ていただきました。どうなんですかね、くじ引き、まあいつも通り打ってる打順の子もおれば、まあヤジーとかね、いつもまあ5、6、7ぐらい打ってるんですけど、今日は2番だったりとか、正解はないじゃないですか。まあ2番打者最強説とか、まあ、草野球だったら1、もういいバッター順に時間制約の草野球を置いた方がいいとか、いろいろなんか理論があるんですけど、たまにはありなんかなとか思ったり、僕はこう、ハイセツの代表をやってて、打順をね、いろいろ考えるんですけど、やっぱりね、どうしても、だんだん、いいも悪いも固まってくるんですよね。今のメンバー見ると、2番を長距離打者、置くっていうのも一つの手かなと思うんで、ここはね、新たな発見だったと思います。まあ、うちのチームではこういう打順の組み方してますみたいなのがもしあればコメント欄にぜひお願いします。ちょっといろいろ参考にしたいんで、ということで今回の動画は以上となります。ハイサイズの応援もよろしくお願いします。そして草野球ワンチャンネル、ちょっと少しでも面白いなと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。では今回の動画は以上です。お気に草野球ワンチャンネル